ジャビットは日本プロ野球、読売ジャイアンツのマスコット、ウサギをモチーフにしている。本項目では、ジャビットのほか、ジャビットファミリーのキャラクターも同様に解説する。1992年に巨人軍の三代目マスコットとして誕生した。着ぐるみは株式会社シュガーにより制作され、名前は一般公募で決定したジャイアンツとラビットの語呂合わせである。 体毛は巨人軍のチームカラーである大々色。造形は読売ジャイアンツのロゴマークを元にしており、Y の部分が耳、G の隙間部分が目となっている。以降、着ぐるみやペットマークで使用される。当初はユニフォームなどを着用せず、裸の状態だったが、1994年に登場した読売巨人軍の球団創立60周年を記念した。 ペットマークからユニフォームを着用している。この頃からアクロバットを取り入れたパフォーマンスを、はじめ、10回以上のバックテンの連続を披露したり、ミニトランポリンで、ひねりの宙返りをして、派手な演技であった。巨人軍のマスコットということもありメディア露出も多いことから、ジャイアンツファンはもとより野球ファン以外にもよく知られている。デザインは、アニメの美術を手掛ける沢田隆夫で、沢田後に、 ウサギは頭もいいし素晴しっこいし、ジャイアンツのキャラクターにぴったりだと思ったという趣旨の発言をしている。球団によると、ジャビットファミリーは宇宙人でありウサギではないとのこと。地球に来て初めて会った人間が当時監督だった長島修行であるという説がある。2005年には市販のペット用に大々色のふわふわピローも販売開始され、2007年以降には、 紫色、桃色、緑色他も追加された。2006年に球団のペットマークをジーキングと呼ばれる巨人のイラストに変更されたが、キャラクターは以後もジャビットを使用し、球団マスコットを務めている。2011年に球団の新ペットマークとして、従来のジャビットのデザインを大きく変えた、ウィニングジャビットのイラストに変更された。なお、球団マスコットは、 従来のデザインのままである。2017年末、球団の新ペットマークとして、まるに、球団機にも使用される、G マークと、1934、東京の文字の組み合わせのデザインを制定。ウィニングジャビットは2017年限りで終了したが、球団マスコットのジャビットは翌年以降も、活動している。ジャビットファミリーは2014年現在、計8体が、存在し、 以下の5種に分類される。2007年からミスターとシスターとキッズに個別名称が付けられたが、現在でも分類名で呼ばれる場合もある。ごく初期の段階では性別はないという設定もあった。ジャビーとジャバの2体がおり、単にジャビットといった場合は彼らのことを指す。背番号以外での判別は困難であり。 帽子もその時々で被ったり被らなかったりと不定。なお、初期の着ぐるみは靴を履いておらず、手の指は親指以外が一つにまとまったミトン状になっており、また背番号555のものが2体登場していた。巨人軍は常に紳士たれの異空を守り、2体とも礼節をあきまえ、つば、苦労やドアラ、トラッキーのように暴走することは少ない。 他のマスコットをたしなめる場面もたびたび見られる。二体とも非常に身が軽く、連続バック転や逆立ちは、お手のもので、逆立ち歩行もできる。ジャビーはしっかり者で、弟や妹たちを引っ張っていく、頼れるお兄ちゃん。ジャバは、イケイケタイプでいたずら好きなトラブルメーカーとなっている。ミスタージャビットの妹であり、キッズジャビットの姉。名前はビッキー。一部のファンからは、 ジャビゴと呼ばれることもある。弟や妹の面倒見もよく見る優しいお姉さんだが、おせっかいなところも、よく、ライトスタンドのファンにパンツを見せびらかす。背番号は777。ミスターやキッズと異なり、シスターに分類されているのは、ビッキー一人のみである。そのため、シスタージャビットは事実上、ビッキー個人の別名扱いになっている。ジャビットの幼児バージョン。 ミスターラと違い、目は綺麗な丸型で左右対称。額のひし形はなく、代わりに前髪がかかっている。ツッピーは男の子らしく黒い半ズボンを履いている。チャピーはツッピーの双子の妹で耳にリボンをつけており、黒のスカートを履いている。ツッピーはやんちゃな機関棒で寂しがり屋ですぐにベ荘をかくところも。チャピーは姉のビッキーのことが大好きで、 明るく優しい無邪気な女の子。たまに二人とも時系であるジャバのいたずらの犠牲となることもある。二人とも背番号はなし。2014年より球団創立80周年を記念して新たに加わった老人姿のジャビット。メガネをかけて白い口ひげを生やし、ユニフォームは V 級時代のクリーム色のものを着用している。背番号は 球団創立年にちなんだ1934。またスパイクはイラストでは黒一色だが、ぬいぐるみはたファミリーと同じライン入りのものを履いている。モデルは V 級時代の巨人監督である川上哲司それぞれミスターのいとことはとこに該当するミスターと同じ容姿の2体。共に名前は不明。こちらも背番号以外での判別は困難。 主に二軍主催試合を中心に出没するため、ミスターらと出会う機会は、ほとんどない。背番号は、いとこが1,105、はとこが8,105。ありがとうございます。